はい、皆さんこんばんは。あ、こんにちは。おはようございます。本日もやっていきましょう。喫茶ブレンド物語ということで、私的にはですね、もう一つの方が人気なんじゃないかなと思ったんですけども、こちらの方がどうやらだいぶ人気のようなので、こちらの方も進めながらやっていきたいと思います。まあもう一つの方もやっていきますけどね、とりあえずはこれをやっていきたいと思います。次は2年目からですかね。私はこのようにですね、動画では回路ソフトや、ゲーム、アプリゲームっていうんですか、皆さんが気軽にできるスマホアプリゲームを、まあ、主に配信をしておりますので、もし皆さんよろしければチャンネル登録、高評価などをいただければ幸いです。それではよろしくお願いします。はい、田舎の声だめ2年4月ですね。8万2000社はございませんけど、何言ってんだ。あ、この前部屋を大きくしたんでね、お店をね。ってことはこれ移動でちょっとデカめに撮っておいた方がいいだろうと。これさ、気のせい、音楽うるさくない？どこまで行ったんだっけ。とりあえずこれ系を買っとくか。これお菓子か。建物系はないのかな。あ、ステンドグラス。料金アップ欲しかったな。研究課題、ホットケーキか。ケーキとかね、喫茶の友最新号が発行されました。先日開店した田舎の声だめですが、早いもので1周年を迎えていたことが編集の調べで判明しました。オーナーさんは、今年はたくさん頑張りました、来年もたくさん頑張りますと意気込みを語り、余っている卵でスタッフとささやかなお祝いをする姿ゆで卵でお祝いとか。本社は今後も飛躍する田舎の声だめを追っていきたいと思います。ちょっと待って、音声ちょっと確認します。はい、小さくなりました。やっぱこれ戻っちゃうんだね。店長、3種類のドリンクの更新が完了しました。面白いね、こうやって材料を吟味っていうかあれしていくんだね。切磋琢磨じゃないけどさ、あ、金魚鉢だった。ここら辺置いとく？どう？素敵じゃない？置けるものないよね。3万6000もかかるわ。全然ねえわ。食材改良は60かかんな。あ、ミントとかあるよ。これミント何いいかな。相談は何もない。もうとりあえずはこれもうそこのまま行くしかないってことだよね。
いいね、常連度が上がると予算がプラスなんだ。そうするとその分お金を使ってもらいやすいってことか。あ、レシピ完了ですね。ホットケーキが制作可能になりました。どこで作るんだそのホットケーキはね。メニュー開発かな。いやいやいや違うな。あれ今何があるメニュー。ミルクティーとかないの。アイスカフェオレ、アイスラテ、ハチミツオレ、紅茶が弱いね。ああ。今なんかなかった。看板メニューにセットメニューってない。ああ。これゆで卵に外すか。ホットケーキにしよう。で290円より上があるからサラダにしとくか。うん、これでいいんじゃない。あ、いいね。みんなの予算がバタバタ上がってきて、増築チケットが新発売。これ以上増築したところじゃない。もう結構バンバン置いたよこれ。はちみつ俺9杯飲みすぎたらお腹壊すだろお前。アイスラテ3杯お腹壊すって。ラテ8杯ってヨーグルト9個ちょっとそんな何一つじゃ満足できないの。うちの喫茶店は料金アップ、設備の利用料がアップします。あー悪くないね。お、スタンドライト買ったらなんかすごい読めたけど。あ、茶柱立てるさん、オーラ発生。すごいね、バンバン上がってくんじゃない。あ、待て待て、音符マーキング結構増えた。これは研究で、かき氷。うん、バターとストロッコ、アイスティー10分、絶対腹壊してるってこれ。いつも言いながら声止めさんに通わせてもらってます。これを使ってさらに快適な喫茶店にしてください。うわー、ありがたい。すごくない。あ、俺作りたいわ。あ、食材改良していくか、どんどん。とりあえず。席を作りすぎて、もう。あ、60まで貯めてコーヒー豆あげちゃう。うわー、利益めっちゃ出たな。20万だよ。入荷してる。シナモンか。シナモンロールってさ、あれシナモロールって言うんでしょあれ。何銀のさ、あ待って、くしゃみ出る、くしゃみ出る、くしゃみ出る。あ我慢した。どっか行ったくしゃみ。よくさ、くしゃみしたい時って太陽見ろ太陽見ろって言われない。友達過ぎてんな。やべ、くしゃみ出そうくしゃみ出そうなんつ。太陽太陽早く太陽見てやつ。そしてね、くしゃんときちゃう。おっと、宣伝交換は強烈に発生、長客様がおっしゃっています。いや違う、俺あれ作りたいんだよ。メニュー開発、紅茶で牛乳と、紅茶どう。ミントトッピングしなくていいだろ。タテルさん今すごいから、席増やすとくいいちょ。そんな満席にならないってことないと思うけどな。よしよしよし、これ結構いいんじゃない。もういや、お店的にはもう十分でしょ。あ、かき氷研究完了。どう、かき氷制作可能って何。俺さっきからそれが気になってたんですよ。
その制作可能っていうのはさ、レシピとして作れるってわけではない。お、涼しくなる。あ、ミントか。ここでミントが出るわけか。ね、今スタッフってどのぐらい雇える？マックスか。音符100でホールがもう一人か。ああ、もう一個ぐらいあってもいいかな、このゲーム。ねえ、そうしようか。うわ、ミルク下がった。これで今はゲームとジュークボックスと、ショップの販売か。それが収入源ってこと？ドリンクを開発していた頃、新しいレシピを発見した。おお、ミルクティー。ミルクティー、いつも田舎の声玉さんに買わせてもらっています。これを使ってさらに快適な、またポイントもらえるんじゃない？いや、蜂蜜だった。はちみつとれ。いや、最近さ、ちょっとライブ配信の方でずっとね、モノマネしてたら声がガツガツになっちゃったのよ。で、今となってはどの声が本当の俺の声だったのかなっていうのが全然分かんなくなっちゃって、でも大変なことになってんだよ。サラダ9個って食いすぎだろお前。ウサギじゃあるまいし。はい、やってることで完成。濃いミルクティー。お、 D だって。おーおお、いいぞ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 。これはいいぞ。紅茶消すか。え、結構いいんじゃない。ほら、料理強化の種をもらったの。料理強化の種って何？あ、マジでやばいこれ。あ、待って待って、100であれにする先。ホール増やそうか。でも満席になるほどお客さん来てないんだけど、ホール遊ぶようになっちゃわない？結構スカスカだよ。いや、だったらあれか、こういうの買ってないか。で、アイテム使えるんだ。1337。こっちに使う？銀の上がんなそう。丸大腸。書籍セット。攻略本的な。ああ。ちょっと、クッション。お、20丸だ。料金アップ。うわ、めっちゃ上がった。豆チョコは豆チョコでも上がった。3570。高い方は座んねえか、これじゃ。こっちはどうなった？ちちち、なんでだよ。あ、ミントの改良、ありがとうございます。あ、どっちも3570だ。はいはい、いいねいいね。あ、いいね。3900、いいねいいね。もう3かけであれや、使わない方がいいな。これ使ってもいいんじゃないね。おい、いいねいいね。こうやって少しずつさ、あ、焙煎機だって。
何それ買おうよ。116,000。何それ設置可能だって。いやお金3,000しかなくなっちゃった。45,000。どこに建てれるんだろう。トゥル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 あああああああ募集するじゃなくてこれでこれ、はいはい4人。今はまだやんなくていいの。でもこれさガチャガチャ動かそうか。で44,000貯まったから早速これを置くと。45,000でした。で行きました。はい確実に次の日はマイナスです。これがどういう効果を。結構ガチャガチャとかやるんだな。え待って、そしたらさそれはそれ系でまとめた方がいいのかな。うん食事する感じじゃないもんね。まとめちゃうか。ここにこう。あいやそれはいい。でこれこっちに持ってきてこれもこっちに来てもらうと。あ立ち上がっちゃった。うん。ああいつ金も払わないと書いちゃうのかな。ごちそうさまでした。今日も美味しかったです。今日は差し入れを持ってきたので皆さんでどうぞ。豆チョコ1個。まあね豆チョコなんてのはね何本あっても嬉しいですからね。下がったろ。だいぶ下がった。商品入荷料金アップは買っていきます。コーヒー豆買っても牛乳を勝ち抜き、ここら辺は買った方が良さそう。食事お品書きから料理選んで改良してみてください。食事お品書きから EF プラスのやつを改良するからじゃあ。あー何それ、そういう感じ。とりあえずこれでいい感じ。ちょっと待って20,000貯まったら改良するわ。食べ物のレベルも上げんのか大変だな。よしよしよし。お品書きからうちのオムライス。あすげえ。いや2個でいいのじゃ。大成功だ。おすげえすげえ、めちゃめちゃ上がったじゃん。あ待って難度が上がったってことは作りにくいってことだな。作りにくくなっちゃうのはちょっと論外っていうか侵害だな。
これもできる。あ、できないか。これはもう作るあれでか。あ、名前変えられない。コーヒーのことオーヤンフィーフィーにするか。あ、もうダメだもん。7文字って言ってもあんまり名前変えちまうとわけわかんなくなっちまうからな。え、奥深くないこれ。オムライス注文来たわ。マジか。とりあえずポイント30貯めて、あ、60貯めるか。あ、料金アップ使う？豆チョコしかなかったよ。豆チョコ20丸だった。お、リラックスしたい。そうだね。涼しくなるのに、ものか。これでいいんじゃない？もう。はい。よいしょ。いいね。40、いいね。これはいったな。これ50上がる。おい、消防団員、これを求めていました。これを求めていました。ありがとう。すっかり後半気に入っちゃいました。知り合いにも紹介しておきます。あ、いいね。知り合いが町内会のじいちゃんか。あ、まあこうやって客を増やしていくしかないのか。みんな飲んでるね。オムライス食べてるよ。ね、店の人気がさ、ちまちまと上がるのがいいよね。俺のチャンネル登録者みたい。教師とはストレス、仕事もなかなかハードでストレスが溜まっちゃいます。いい香りでリラックスできるような飲み物をお願いします。いい香りか。濃い紅茶。あと何？蜂蜜俺で、最後は濃いミルク。これでいこう。40、あ、これいったんじゃない。もう35だったらいったわ。はい、次。これが問題、これが問題。あ、もういった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 。最後はもう濃いミルク。いた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これを求めていました。お気に入りのトッピング差し上げる。お、グルメスパイス。ムッシュラン行ってみる。ムッシュラン。こんにちは、ムッシュラン。グルメガイドの挑戦に行ってました。私のグルメは苦い系。ちょっとやめとくか、今は。素敵な誕生日を神にお祝いしようと思います。次の予約お願いします。ここだろ。ここ80だった。どうしようかな。メニューから苦い系っつったな。コーヒー豆と、コーヒー豆ってなんかない。エスプレッソ的なやつ作れないかな。そんな私も今はカフェオレを飲んでおります。いいね。すげえ溜まったじゃん。
コーヒーだからコーヒーをあげとくか。いいね、24万。なんかもうだいぶ軌道に乗ってきたね。そんなに難易度が高くないのかな、このゲーム。店長、500のお客様が来店してきました。来たね、素敵な夫婦。絶対バンド目指してるやつで、女がパートかなんかで支えてる感じだよね。あ、ホールだって。募集する？うわ、13万か、知り合い経由。じゃあ20万ぐらい足りなきゃ無理なんじゃない？大丈夫、確かにベル鳴ってるよ、ずっと。いや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 、店長、ムチムチしたお客様からお話があるぞ。はじめまして、私はフランス帰りの看板描きモチポークです。ムチムチしてんな。はい、看板が増えんのか。あ、いやいや、いいね、看板増えるってよくない。あ、いっぱいエスプレッソ出たか。うん、席数よりもだね、スタッフの周りが良くないね、あんまりね。いい店だ。町内会会長さんが常連になりました。ありがとうございます。はい、エスプレッソ完成。アイスティー消しますかね。じゃあ、いいね。お、それはいいこと言ってきたな、お前。どこ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 。90も使う。頑張ろう、ダメよ。とても満足しました。これからも通っちゃいます。やったね、新しいお客さん、素敵な夫婦さんが来店するようになりました。ランクアップ可能だって、やったね。何が変わるかな。あ、スタッフまた雇えるようになるんじゃない。何年か。50万。キッチンカウント。なんだと。なんだと。店長、2つ目おめでとうございます。そこで提案なんですが、さらなる高みを目指すようにセットメニューを作ってみます。おお、いや、やれることが増えてきたよ、おい。あ、情報を切り替えられる。キッチンカウンターで新しくスタッフを募集していきましょう。ここでね、ああ、そういうことね。そ
相談。香り高いね。濃い紅茶。エスプレッソ。濃いミルク。これでどうですかね。51。もういい。もうすぐいったじゃん、こんなの。もうこれでいってた。まあそうなるよね。最後おまけみたいなもんだ、これ。はい、素晴らしい。この代わりお約束通り協力しましょう。やったね。やりました。看板メニュー増えます。まあでもポイント使うんすね。90ポイント貯めなきゃなんか使えないじゃないですか。とりあえず募集する。あ、そんな感じ。とりあえず60なり。60なんな、そう先に。これは厳いな。先に60になればな。お、まるちゃん、お店の人気を450以上、セットメニューを5個作ろう。新しい街に2回出店しよう。は？おい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 、ちょっとやれることが増えすぎてないか。うわ、60までいかないか、これ。なんとか。あー、ダメだった。とりあえず給料高いやつは、いや、筋肉増しって前も言ったな、これ。給料高いやつだろとか。2700800が最高か。お、2100ライスオン。あとどうしよう。お、くそ。うわ、こいつをキッチンにしましょう。はい、でいいんじゃないですか。うわ、研究ポイントすごい欲しいじゃん、これ。いや、お金なんかよりも研究ポイントだと思う。苦い系ね。エスプレッソ、濃い紅茶、アイスコーヒー。なんかあんまり苦くないだろうけど、これで70ぐらいいってくんない？うわー、58、微妙なとこだな。あ、いったわ、さすがにいった。あざっす。やったー。いや、金81,000ってちょっとね。で、ここを開放か。
りあえず。ほう、150か。うん。トリック更新。でも卵サンド。品質は買っとこう。気持ちくなってこう。うわ、上にでかくなったか。いいや、だいぶ問題だな。コーヒーもレモン蓄積やれることはもう買えるものは全部買っとけばいいんだ。こんなのソフトドリンク早く作りたいね。セットミニも早く作りたい。いい店だ。お、常連になった。そしたらこれちょっと移動しようか。上の方にね。これいいんじゃない。どうしようこれ。これ意味あるかな。あ、意味あった。ちょっとだけ。いや。どうしようかな。どうしよう。この店の作り失敗かな。あ、はい、ドリンクが更新されましたと。これさ、あ、もう終わってからでいい。これさ、もうこういうの全部こっちにしちゃうか。ね。で、これはもうこっちにしちゃう。完全に。どう？下がってくる。うん、いいんじゃない。うー、微妙だな。この23万3000あたりっていうのが一つの鬼門なんだろうな。どっち先やる？セットメニュー先やるか。いや、もう10月だよ。1年早くない？セットメニュー120だっけ。料理教科欲しいね。はい、何教科する？かき氷。
すげえ上がる。大成功、これ大成功は来なかったね。いや十分じゃない。卵サンドも待って G のやつをあげるか、とりあえず。うん、大成功、あ、来なかった。大成功だと倍なのかな。サラダ負けとくんじゃん。大成功、ダメだ。いいね、だいぶいいね。え、卵サンドがやばいな。大成功だ。めっちゃ上がっちゃったんだよ、これ。いいプラスになっちゃった。ホットケーキ、牛乳、シナモン、このぐらいいく感じか。大成功、ダメだ。いや、めっちゃ上がったの。 D プラスだ、これ。ゆで卵がしょぼいな。そしたらバタートーストだら一番いいだろ。上がれ、めっちゃ上がれ。大成功、バタートースト上がりすぎたかもしれません。いや、上がりすぎたな。食事めちゃめちゃ良くなったじゃん。おうおう、何それ何それ何それ、料理ボーナスプラス1って、よく分かんない現象が起きちゃったけど、やっぱホールが少ねえか、これ。これさ、遠いのも影響すんのかな。影響しそうだよね。おー、予算がプラスされるね、どんどん。オフィス街へ出店。何、何使うの。20万だ。お花の販売。ちょっと高くない、やってみる。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥ、あれ、いいね、喫茶店。おいおい、ここカプセルだよ。おい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 、おお、いいね、25万。お、145になった。セットメニューの開発しましょう。トゥトゥトゥルトゥ。20万貯めるとオフィス街も、しまさかまた一から作るのかな、喫茶店を。作るのか。花売り場が設置可能になりました、そんな売り場欲しいか。まあ置いとくか。ちょっとな、ごちゃごちゃしてっけどな、そこらへん。え、今10万ぐらいかかった、もしかして花売り場。お、セットメニューが開発考えました。
食事のメニュー開発セットメニュー、あ、モーニングセットとかよくない？ドリンクはコーヒーでバターサンドサラダ、これいいじゃん。お、マルちゃん今すごいじゃん。うー、おいおい、え、あんまり良くないんじゃない？あんまり良くなさそうだね。かなりいい感じとは言われてるけど、あ、そっからがスタートでやってんだね、これね。トゥントゥトゥルトゥトゥン、いいんじゃないですかね。動物とるぐらいない、喫茶的動物多くの、どういうこと。お、素敵な風、うわ、そういうことだ。トゥトゥトゥルトゥトゥ、とりあえず20万貯めて、そのオフィス街のうんちゃらかんちゃらってやってみようよ。あ、いつもいながら小泉さんに通わせてもらってます。これを使ってさらに快適な通勤してください。わ、ありがとう、マジありがとう。ドリンクの研究家で相談でオフィス街に移転するんだ。全然いいよ。おい、最高じゃない。うわ、素敵な音楽になった。はい、頑張っていきましょう。もし元の町へ戻る場合はメニューの情報の町の一覧からできる。いや、いいだろここで。音楽がちょっと高くなったね。キッズさんとも最新号が発表されました。速報です。なんと田舎の小枝目がオフィス街へ移転したとのことです。移転先の近隣住民にお話を伺ったところ、噂の田舎の小出さんが私たちの町に来てくれて嬉しいです。今日から週8で、週 8? 通っちゃおうかなとワクワクが隠せない様子でした。今日5店が多くひしめくオフィス街で、田舎の小出さんがどこまでお客さんを満足させるのか、今後の活躍にますます目が離せないそうになりません。やった、結構いいんじゃない。おお、いいんじゃない。D プラス、これ2000円なの。新しい募集方法です。あー、こっちに来たから。やった、クリスマス期間。どうしようかね。セットメニュー考えてくる。コーヒーによく合うセット、どうこれ。センスが茶柱立てるがやっぱ一番だ。だいたいどれも10ぐらいいったらそれでいいわ。苦味と香り4位、あー、いかなかった。まあいいんじゃない。
うん、悪くないでしょう。やった、ソフトドリンクが作れた。リンゴ、とりあえず購入でコーヒーもね、シナモン、豆とかクッション、いい店だ。サラリーマンさんが常連になりました。いいねいいね。ゲットの香りが最も重要。まあエスプレッソでしょ。濃い紅茶、濃いミルクティーでいいんじゃないの。これいくでしょ。これまず60ぐらいいくよ。スポーン。はい。もうそうすれば20-20でいけるでしょ。はい、もう完璧。もうおまけでも道場六三郎みたいになってましたよな、お前。いやいいね、研究ポイントありがたいね。ありがとうございます。研究課題、新しい募集。レベル2ぐらいにしとくか。筋肉マシすごくないお前ね。え、お、町内グルメアワード、いいね。経営品評会からエントリー。ああいいねいいね。トーストモーニング、いい水だ。秘書さんが常連になりました。いいね、常連客増えてくね、どんどん。おい、ディレクターさん、もうね、ティレベのディレクターなんてのね、こう手ごめにしちゃえば、あの自分のところで多分放送してくれるだろうからね。これは素晴らしい。田舎の声だめにお得なセットメニューが登場したという素敵情報をキャッチした取材班を早速アポなしでアポなしで来んなよ。ちょうど食事中だった人にお話を伺ったところ、今までは単品でいくつも注文したけど、こんなお得なセットがあるなら今後はこっちを注文します、まあそうだよねと口の周りにお弁当をつけながら、お弁当食ってんのお前。さらに調査を進めたところ、セットメニューのテーマと内容がマッチしていると人気が高くなる傾向があります。お店の目玉商品となるセットメニューの開発も名店への近道なのかもしれませんね。これさ、そしたらさ、あれじゃない、これあげるべきじゃない、もっと。ねえ、卵サンドもあげてもいいな、別に何もいいのね。いや食材大事これ。今入ったね、食材がこんなに大事なもん。あ、雑誌記者さんが常連になりました。もうなんかいろんな人が常連になってくじゃん。隅に置けないね。IT エンジニアだよ今度は。あれもこれもで、ラジオでもしすげえ金かかりそう。これ動物と触れ合い終わらしたいな。お、セットメニュー、いた。あ、
マイナスされたよ。なんてこった。あ、食材探しの旅だって。これはやらないと。はい、最速でしょそれ。ハーブを入荷しました。ハーブね。おっと、あ、もう1月ですね。あ、グルメアワード早速会場行ってみましょう。合計点数30点か。10点10点10点来い。いや、モーニングっぽくてよくないこれ。おいおい、ですよね。お金100万ぐらいくれ。やった。おお、ステンドグラス。何、おお、副賞研究ポイント50ポイント。おお、料理強化のため3つ。食材が大量にだって。ほんとだ。卵さんでいけ。お、先日行われた町内グルメアワード品評会で田舎の声だめの初の金賞を受賞しました。熱気に包まれた会場では審査員から次々と高得点の札が上がり、満場一致の結果が出られました。この結果にオーナーさんも、まさか金賞がもらえるなんて、ここまで頑張ってきた甲斐がありました。今夜は枕を15センチ高くして眠れそうですと喜びを表現していました。またお店では早くも金賞を取った食事を楽しもうと情報通のお客さんが多く訪れているのです。おー、多分これもいけるだろう。モーニングセット、これです。どうする。メニュー開発、ドリンク、ソフトドリンク、リンゴとレモンでいいんじゃない。食材ボーナスプラス1か。これでいいでしょ、リンゴレモン。あ、ハチミツレモンとかいいんじゃない。これミント入れても美味しいでしょ。一番高いのはやっぱ茶柱立てるなのか。こいつジュースマスター、確かにいいジュース作れそうだな。160だって。あれ、何すんだっけ150だって。スタッフ管理で。ボールの数では増やせられるようにしといた。おい、頑張れジュースマスター。お、どんどんなんかいろいろ上がってくね。車の購入、どういうこと、どういうことそれ。今度脱サラしてタクシーを始めると思ってる車の店、勝手にしろっつーの。お前そんなの一喫茶店に頼むことじゃないだろう。何を頼んでくるんだよ。タカリアもいい加減にしろよ本当に。こんなギリギリで生活してんのに。
ねえ。お、レモネードいいね。お、コーヒーマスターレモネードだってよ。はちみつレモンでレモネードなんだ。大好き俺。喉が調子悪い時と風邪ひいた時ははちみつレモンをよく飲みます。喉が一気に良くなります。ポイント100ポイントもダメだよ。うっ、それでも25万しかいかないよ。これ結構いいんじゃないね。そんな気がしたよ。ミントレモネード、高くない？高くない？ミントレモネード、高すぎる気がする。高すぎる気がする。ミントレモネード、お、グッドモーニング大賞ですね。間違いなくこれは満点だと思う。これは満点以外ありえない。ピン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 、おい、絶対そう来ると思ったって。はいはい、10万円、すぐ10万円。はい、ありがとうございます。季節の食木、植木、魅力15番あるよ。嬉しいね、食材が大量届く。ちょっとお金貯めてさ、スタッフ雇う。いや、席数よりもスタッフだと思う。満席ではないからな。はいはい。炭酸水、あ、生姜、ジンジャーエール作るんじゃね。これ買える？ジンジャーエールって炭酸とジンジャーじゃない？ねえ、これジンジャーエールでしょ。グルメスパイス、いらねえな。いらないよね。いい、うわー、ライスオムラが、あああああ、くっそ、確認すんなって。こいつジュースマスターじゃねえよ。よし、2月が終わったら終わりにしますかね。じゃあ、あれ何月か、何月までやってたこれ。4月までやったっけ。やってないよね。年明けたら終わってたよね多分ね。ちょっと多くやっちゃったよ。やめられないね。もうね、カエルソフトさんのゲームはやめられない。やめ時がわからない。これ行こう。あと何か行ける？住民入浴は？どこが一番高い？80か。ここだ。いや、めっちゃ頑張ったね、炎を出して。うえ、23万、もうちょっとだな。
はい、商品入荷、はい、ドリンクを買って、ジンジャーエールね、これね。はい。まあ、ジンジャーエールじゃなかろうかと。いや、満足すんだろ、お前は。買えるものは全部買う。一気に行くんじゃない。天才って。もう商品食べる前から30万上がってるよこいつ。あー、 D プラス作った人が分かったかな。入れ替えだってどうしよう。エスプレッソ外したくないな。蜂蜜俺外す。でもアップってなってるからな。あ、スロット追加するか。よし、これでいいわ。お、触れ合いコーナー設置。55,000。結構高いじゃない。液体おもにセット。違う、ホットケーキ食ってないやつ。うわ、意外と上がんねえ。まずいな、あいつ。帰っちゃう。ああ、お土産ね。それで30は上がんないでしょ。ああ、届かなかったな、22。触れ合いできんの。もう全部使っていこう。一個ずつ。いいか悪いか分かんないから。おお、豆チョコ食うんじゃねえこいつ。はっ、よくなかった。あ、44いったわ。ナイス。これ1年の終わりがないのか。そうだったっけ。覚えてないな。あ、食材を。食材どんどんレベル上げていこう。やっぱ飲み物のね、レベルが低いのはあまりよろしくないでしょう。やったねー。素晴らしい。おわ、26万。はい。おおお、何コーヒーブーム。店人気200520。こんにちは。さまざまなコンセプトのカフェが誕生していますが、田舎の声だけのお店に一回うさぎと触れるコーナーが誕生したのはご存知でしょうか。早速やっているご家庭にお話を伺ったと、子供が喜ぶので最近は毎日のように来ています。今では私の方がうさぎに夢中になってました。ぴょんと笑顔で語ってくれました。私も一撫でしてから帰りたいと思います。ということで、本日はここまで。はい。お店の方もね、オフィス街へ引っ越したということで、まあ、いろんなお客さんがまた来てくれてね、よかったんじゃないでしょうか。面白いね、このゲームね。やれることが意外と多い。コーヒーだけかなと思ったらメニューを考えたり、で、食材のレベルを上げたりとか、まあ、ドリンク作る人、まあ、スタッフのレベルを上げたりとか、まあ、いろいろとやることがあるみたいなので、まだ続きの方をやっていきたいと思います。まあ、次回多分配信するのはもう一つの方だと思うんですけども、またこのように、カイロソフトさんや、携帯アプリの方も動画として配信していきますので、気になる方、もし続きを見たい方はチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。
それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。皆さんまたね。バイバーイ。